ここに関して言うと、まあ、他の動画でも話してるんですけれども、アビムコンサルに関しては特に、まあ、日系コンサルの色が強いかなと、マネージャーで1000万超えて、シニマで1250以上になってくるところ、ですね。やっぱりもうディレクタープリンシパルになるともう数千万という世界になるし、まあ、これはやっぱコンサル会社だなっていう感じの印象だなと思います。現在トップシルでは無料のキャリア相談を受付中です。キャリアの悩み相談から転職対策まで、トップシルのキャリアアドバイザーが1対1で無料でご支援させていただきます。さらに相談者限定でコンサル業界の企業研究や選考対策の PDF を無料配布しております。ぜひ概要欄の LINE からご応募ください。はい、どうも皆さんこんにちは、トップシルのゆうすけです。OK です。やってきました、トップシルアカデミー。もう恒例の企画となってきました、ね、はい。今日はビームコンサルティング企業研究の第3回ということで、まあ、年収を中心とした待遇面について触れてきながら、まあ、とはいえ激務なんじゃないですかみたいな話もあるんで、そこを元コンサルの後期と喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、トップシューはね、以前アビーム出身の方にゲスト出演いただいたりとかもしているので、まあ、その方のお話とかも踏まえながら、まあ、リアルなお話をしていければなっていうふうに思ってます。そうですね。第1回第2回でこう転職の対策だったり、あとは企業の特徴みたいなところも解説してきたので、今回、まあ、いよいよ年収っていうところで皆さんが本当に気にしているであろうところなので、ぜひ最後まで見ていってください、はい、ということで本日のアジェンダはこんな感じになってます。ドン、はい、それじゃあ早速1個目のアジェンダ、年収について教えてください、はい、じゃあ今回も平均年収と職員別年収という形で全体平均と上がり幅に分けてお話していければなというふうに思います。はい、では早速ですね、平均年収こちらです。と、まあ、こちらもオープンワークさんのデータを参考にさせていただいているんですけれども、アビブに関しては806万と。ああ、なるほど。こう他のいわゆる有名なコンサルと比べるとちょっと低めですかね。そうですね、まあ、いわゆるここに今の大手総合コンサルと言われる国のコンサル会社の平均年収が、まあ、同じくオープンワークさんの総数で並んでいるんですけれども、この中だと今一番低くはなっているかという形ですね。で、まあ、そもそもとしてはコンサルタイレンジが若いので、まあ、商社とか銀行に比べると全体平均年収低くなりがちで20代とかの方がメインになっているという前提ありながらも、アビムがまあ一番低くなっていると。でここに関して言うと、まあ、他の動画でも話しているんですけれども、アビムコンサルに関しては特に、まあ、日系コンサルの色が強いかなと、まあ、実際 NEC でも完全子会社になっているってこともあったりとかしているので、こうアップアウトみたいな雰囲気よりはどちらかというと、まあ、教育をして徐々に成長していってゆったりとか上がっていく側面は、まあ、他のコンサルに比べればあるかなと。といえば、SIA よりはやっぱ年収帯とかは圧倒的に高いかなっていうふうに言えるかなと思いますね。なるほど。で続いてこちら職位別ですと、こことある記事ですね、操作概要欄に貼ってますが、から参考になるなというふうに思ったので掲載させていただいてます。で、まあ一般的な他コンサルと同じような職位のランクですね、まあ、アナリスト、コンサルタント、シニコン、マネージャーみたいな感じで上がっていって、マネージャーから1000万超えると。これに関しても SIA とかと比べるとやはり非常に、認証が高い。マネージャーに関しても新卒で入社すれば20代のチャンスがあったりとかするぐらいなので、非常にレンジは高いですと。でただ、まあ、ビッグフォーとかアクセンチャーのコンサル部門と比べるとやや緩やかかなというふうな印象はありますね。で実際以前こんな形で IBM 出身の方にもご出演いただいたんですが、その方は5、6年目で、まあ、800から850ぐらいっていうふうに動画でおっしゃってたので、まあ、違和感ない数字かなというふうに思います。まあ、ビッグ4とかと比べると低めっていう話はあったけど、総じてでも職位別を見てもかなり高いよね、マネージャーで1000万超えて、シニマで1250以上かっていうところで、ですね。やっぱりもうディレクタープリンシパルになるともう数千万という世界になるし、まあ、これはやっぱコンサル会社だなっていう感じの年収だなと思います。私、まあ、緩やかなカルチャーっていうのもあったりとかするので、まあ、数百万、数十万の年収制よりも、そちらの働きやすさの方を優先したいという考え方で、ビッグフォーじゃなくてアビームを選ばれる方も結構一定数いらっしゃったりとかするかなっていう印象ですね。確かに、まあ、コンサルっていくとこうアップアウトみたいな厳しい文化を想定しがちな人多いんですけど、そういう面ではアビームは働きやすさあるかもしれないですね。勤続年数とかも、まあ、長いなっていう傾向は感じます、はい、それじゃあ次のアジェンダですね、福利厚生研修のところお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあまず福利厚生こちらですと、ってことで、まあ、ビームに関しても充実してますよね。カフェテリアだったり、まあ、社内クラブなんかもありますし、まあ、ここも先ほどお話ししたような、まあ、日系コンサルっていうところなので、結構大手日系企業と似てるんじゃないかなっていうふうに思ってましたね。そうですね、この前のアクセンチュアにもカフェテリアプランみたいなのあったと思うんで、それは結構福利厚生充実してる企業あるあるのかもしれない、そうですね、確かにそれはあるかなっていうふうに思います。実際も働かれてる方とかもいらっしゃるんですけど、まあ、そこに関してはやっぱり充実してるっていうふうにおっしゃってましたね、続いて研修です。こちらどう、こんな感じ の研修カレンダー、これは企業サイトに掲載されているものなんですけれども、まあ、縦軸にこう職位があって、まあ、横軸に必須研修、任意研修と、でこういった内容が実際研修として実施されている。
入社直後でも、まあ、10日間の研修みたいなのが用意されているということで、やっぱりかなり研修自体は分厚いんじゃないかなというふうに思いますね、うん、確かに中途向けのもう研修パッケージがここまで明文化されているっていうのも、うん、安心感ありますね、うん、そうね、だと思いますね。これはなんか他ファームに比べても特徴なんじゃないかなというふうには思ってまして、あ、これも以前あの特集に出演いただいた方、美容出身の方がおっしゃってましたが、新卒研修の時にやっぱりかなり手厚い研修があったと、うん、でその方は他のコンサルファームに転職されてる方なんですけど、戦略系のコンサルですね、あの BCG ですね、戦略コンサルに転職されてるんですけど、やっぱ比較すると相当研修手厚かった、うん、って意味で新卒で入ってよかったっていうふうにおっしゃってるので、やっぱ未経験でコンサル転職する方にとってもかなりいい環境なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。なるほど、ありがとうございます。ですね、いや確かに転職する身としては研修しっかりやってくれるっていうのはこれほどありがたいことはない、うん、ですね、うん、でやっぱりそのコンサル未経験者だとロジカルシンキング、ドキュメンテーションだったりとか、このあたりの経験が不足しているっていう風なスタートが多かったりとかするので、うん、やっぱりこのカリキュラム見てもらったら分かりますので、最初の方でそういったものが設定されてますよね。コンサルの基礎スキルですね、ファシリテーションとかプレゼンテーションとかですよね、うんうん、現在トップシメでは無料のキャリア相談を受付中です。キャリアの悩み相談から転職対策まで、特殊なキャリアアドバイザーが1対1で無料でご支援させていただきます。さらに相談者限定でコンサル業界の企業研究や専攻対策の PDF も無料配布しております。ぜひ概要欄の LINE からご応募ください。はい、ということで次のアジェンダ行きたいんですけども、はい、まあ、やっぱりコンサルっていうと激務なんじゃないですか、辛いんじゃないですかとか、はい、あるんで、そこはどうでしょう。はい、ありがとうございます。じゃあここに関してはオープンワークさんの、まあ、評判と合わせて、お伝えできればなと思ってて、こちらです。うん、満足度高、満足度、ああ上 1%、 上1%、これめちゃくちゃ高いですよね。今時点で46位とかで6000社以上ある中での上 1% なので、うん、まあ、相当高いですよね。すごいね、これは、うん、さっき年収レンジだと他のビッグ4とかより低いって話だったけど、これはかなり高いレベルだよね。いや、だと思いますね。やっぱり年収だけで測れるものではないので、うん、その意味でトータルでの満足度が高いのかなと。で実際この、グラフレストを、ね、見ても待遇の満足度はややちょっと低めではあるんですけれども、それ以外のですね、風通しの良さだったりとか、20代成長環境、まあ、社員の総合尊重だったりとか、うん、トータルのバランスが非常に高いっていうのは、うん、もう数字としても表れているかなっていうふうに思います。うんうん、なんかその日系のちゃんと働きやすさみたいなのも現れてるのかなっていう感じはしますね。ですね、うん、で先ほどの激務については、まあ、残業時間 35.9 ということで、うん、まあ、少なくはないかもしれませんが、うん、まあ、コンサルであれば、まあ、このぐらいは平均程度かなという印象ではありますね、うんうん、まあ、1日2時間全然健全だっていう感じ、うん、ですね、まあ、結局これに関しては案件次第と、まあ、毎度のごとく結論になってしまうところはあるんですが、うん、まあ、でも総じて、まあ、それに働きやすい環境を敷いている、これは時間的な話でもそうですし、会社のカルチャーとしてもそうなので、繰り返しですが、まあ、働きやすいコンサルというふうに言えるんじゃないかなというふうには思いますね。うんうん、今データで見てたより残業35時間みたいなところで、まあ、やっぱりまだ不安拭えない人はいると思うんですけど、うん、そこはなんかどうですかね。そしたら、なんか2個1個事例みたいなお話、うんうん、働き方改革が推奨されてるなっていうふうに実感できたエピソードの話をしたストーリー体験として、まず一つが、まあ、転職支援実際にさせていただいてることもあるんですけれども、うん、ビーム出身のマネージャーの方とお話したことがありまして、はい、転職希望の方ですね、うん、その方も、新卒からずっとアビームでエスクされてたので、うん、やっぱりこの5年前10年前と比べると相当社内での取り組みというか働き方変わったなって実感値であるっていうふうにおっしゃってたっていう、はいはい、まあ、ちょっと5年前とか10年前は大きな声に言えない働き方もしてた時もあった、これはまあコンサル業界全般ですけど、うんうん、あったかなっていうふうにおっしゃってましたね、うん、実際は生の声がありました。でもう一つに関しては、うん、アビームの公式サイトから積極推進されているのが見て取れるかなというふうに思ってます。でそれがこのアビームビジネスアスリートみたいな、うんうん、このスマートワーク、ダイバーシティアのインクルージョン、ウェルビーイングみたいなところを掲げてやっています。で、まあ、要は自立した人材になって働き方をどんどん改善していこうよ、自立的にっていう趣旨の、まあ、取り組みなんですけれども、まあ、細かい話は抜きに置いといて、まあ、インタビュー動画なんかもあって、こっちちょっと切り抜いた場所なんですけれども、うん、こういった形でこう社員の方が実際に公式で発表されていると、うん、まあ、要は時間じゃなくて成果のよっていうのを、おっしゃってるって形ですね。前者としてそういうメッセージを打ち出していくっていうのが現れてる箇所なのかなっていうふうに思いますね。うんうん、なるほど。確かにこのインタビューにあると、役員レベルの人が過去はこうだったけど今はこういう風に改善してるんですってこう言ってくれてるっていうのは結構説得力あるよね、かなっていうふうに思いますね、うん、はい、ということで本日はこんなテーマでお話をしていきました。まあ、僕の個人的な感想としては、うん、結構日系の血もあってこうバランスよく働けて働きがいもあっていた、うんうんうん、すごくいいなっていう印象でした。あ、確かにそうかもしれない。僕はそのアップアウトが怖いからいやでもなんかまさにそれで今みたいな所感でコンサルに挑戦したいんだけれども、うん、バチバチ次にはちょっと抵抗があるみたいな、うんうん、
っていう方はやっぱ RM 選ばれる方は一定数いらっしゃるかなっていうふうに思いますし、コンサル未経験に挑戦される方にとってはすごくいい会社なんじゃないかなっていうふうに思います、うん、思いました、うん、はい、というわけでですね、まあ、一口にコンサルといってもいろいろな特徴があるってことが分かっていただけたかなと思うんですけれども、まあ、特徴では現在無料でキャリア相談っていうのをやっておりまして、まあ、こういったそれぞれのコンサルの特徴だったり個々人の方々に合わせたキャリアプラン、ないしは会社選び、職種選びっていうのを、ご相談無料でしておりますので、まあ、ぜひあの概要欄の方から LINE 追加して応募いただければと思います。で、まあ、コンサル転職 のプロがご支援させていただきますので、まあ、ぜひ頼ってください。まあ、加えてですね、まだちょっと相談するほどじゃないなっていう方に関しては2個目のリンクの市場価値診断の方をご登録いただければ現在の市場価値が簡単に診断できるようなツールとなっておりますので、こちらもぜひ登録ください。はい、まあいずれも無料なんで使い倒していただければなって感じですかね。そうですね、とりあえずポチッとしていただければ、はい、いいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで本日の動画がいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。でまたこの動画に関してはコメント欄も募集しておりまして、いただいた質問については可能な限りお答えしていこうと思ってますんで、ぜひぜひご意見お寄せください。よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。 バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談に乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。